山形県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止時の定数は3。第23回第37回は定数4。現在は山形2区の一部と山形3区に分かれている。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、41万2103人、投票率72.23%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数。 40万9291人、投票率 83.、83.90%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、40万7954人、投票率 83.、83.93%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、40万7650人、 投票率 73.、73.80%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、40万2771人、投票率 83.、83.09%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、40万1083人、投票率。 80.96%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数。39万3708人。投票率 82.。82.35%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数。38万2191人。投票率。 82.38%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、375,546人、投票率 79.、79.21%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、358。609人投票率 79.、79.27%、 第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、36万654人、投票率 83.、83.41%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、36万5083人、投票率 82.、82.12%第28回衆議院議員、 総選挙5月22日執行当日有権者数36万431人投票率84.01%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行当日有権者数34万5223人投票率82.29%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行 当日有権者数、33万9214人。投票率 85.、85.97%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、34万8664人。投票率 83.、83.58%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数。 32万4183人、投票率77.24%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数33万1218人、投票率64.99%。ありがとうございます。